通のトレモになってた。そう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 、うん、そうか、アメリカだとトレモ待ち受けとかも別にやらないんだ、はい、オンライン。俺は絶対にやらない、アメリカでは。オンラインがしょぼいから。しょぼいとか言わないでまあね、まあ、回線の話なんで、まあ、しょうがない。いやいや、アメリカではですね、アメリカでは、そう、アメリカではその本当に光とかがあんまりないんで、インフラが通ってないんで、待ち受けプレイヤーマッチで、プレイヤーマッチにして、その他にしよう、強さ。ケーブル回線、地域はそれ同じで、CATV 回線なのかな。ADSL が多いみたいな。 ADSL か、はい、ADSL はきついな、はい、うん、ちょっとね、光ファイバーはほとんどない、はい、アメリカには。光ファイバーは一応あるの。ある、すごい高い、一応あるにはあるみたいな。値段が高い、あ、まあ、すごい高いか、うん、ニューヨークかカリフォルニア限定、じゃあ光の人も少ないから、結局高いお金払っても対戦できないから、あんま意味ないのか、そういう感じね。日本だとね、光がもう当たり前になってるからね。お、早い、来ました、これですよ、オンライン対戦ついに初。阿部健さんか。俺この人は阿部健じゃん。この人には勝てないじゃない。あのアナウンスで、うん、今回最終順位3位か。3位。はいはいはい、はい、3位な、まあ阿部健さん、久保ボッツにもその3位なんで、はい、絶対出るんですけど、特徴としては、トロンと、はい、ソウとシーハルクっていう、うん、まあ。デカキャラ3体みたいな感じなんですけど、まあ、見てわかる通り、はい、ゴミが3体集まったみたいなチームなんですけど、それなの強いの、ただ、うん、奇跡が起きて、はいはい、なぜかこの3人強いんですよね、このチームになると。あ、このチームになるとアシストの絡みとかで奇跡が起きてるんですよ。いや、なんかディレイドのハイパーコンボとかすごいチームの相性が良くて、すごく、で、阿部玄さんきっちりしてるのが、その1回触った時のコンボがすごく、ね、練られてて、はい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 、今もうこれゼロ確実に落ちます。お、確実に落ちます。はい、落ちました。あのアルカプ全然わからない方なんで、はい、あのなるべくわかりやすくお話していただければと思います。まあでも今何が起きてるかっていうと、はい、一方的な暴力です。一方的な暴力何が起きてるかというと、これね、もう体力が一気になくなって、はい、あ、これ死んで、はい、え、この状況だともうかなり厳しいんじゃないか、まあ、絶望ですね絶望です、これ。あ、これハメです、うん、これハメ、あ、失敗した、失敗した。今の、これがエリアルロシアンスラムで空中投げなんですよ、はいはい、はいはいはい、だからもう回避不能みたいな、安定中に空中投げが出てきてっていう。でも今あれから出現時に何もしなかったのかな、フーバーは。まあこのシーハルクっていうキャラは前作すごく強かったんですけど、はい、今回からかなり、今回そのアルティメットバージョンアップされて、はい、うん、結構弱くなっちゃったキャラなんですけど、まあ、阿部玄さんは本当に前作もこの同じチーム使ってらっしゃって、今回も本当にキャラ愛なのかよくわかんないんですけどもうなんかもう後戻りできねえみたいな感じがあるのかなと思うんですけど、もうこのキャラについちゃったし、そうです。でも本当に海外からすると、うん、このチームは何、うん、ランダムで選んだのみたいな、あ、そういうレベル。え、じゃあ、 あのこのチームを使ってる人は海外にほとんどいないってこと。ね、ま、全くいない、全くいない、全くいない。じゃあ逆にワンチャン、てかもうこの3人のうち1人でも入ってたら結構レアっていうレベルです、ね、おー、やる気あんのみたいなそう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 いうレベルなんですけど、うん、だから逆に海外から、はい、阿部玄やべえだろみたいな。これだってね、あのキャラがいないってことは対策も練られてないわけだから、そうですそうです、ワンチャンエボで活躍する可能性が、そう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 、で、まあ、一応エボにも本人はすごく参加意志が高いので、もうエボに行ったら、ただこのチームの欠点としては、あの、まあ、肉弾キャラ3人なんて、はいはい、シューティングにすごく弱いっていうところがちょっと不安要素であるんですけど、画面端端でなんか、そうですそうです、あのマグニートのディスラプターとかでカートやられたりとかするとすごく厳しいっていうところはあるんですけど、ただ阿部玄さんも、まあ、このチーム1年以上使ってますから、はいはいはい、まあ、そこはねじ込み方を知ってる、まあ、当然慣れてるとかね、はい、っていうところがあるので、まあ、久保ボッツの本戦もちろんシューティングキャラ絶対いると思うので、はいはいはい、それを阿部玄はどう対処するのかっていうのはすごく見どころの一つだと思いますね、はい、古文、古文は、あ、古文はですね、まあ、トロンのオプション、まあ、マッカップ2だと、はい、あの使用キャラでいたんですけど、はいはい、今回からは、まあ、必殺技の演出として出てくるという形ですね、コロナ、コブンは。ちなみにフーバーダックはあのケボーお昼にある、はい、ケボーボッツの前にあるケボーの 3-on-3 トーナメントあるんですけど、はいはいはい、それで同じチームなんですが大丈夫かなっていう、おね、全くあの、はい、いいところが見えないんですけど、はい、これで、これはもう落ちますね、死んじゃうのこれ。これ死にます。このまま死んじゃうの。これ死にます。相手がミスさえしなければ。もう死にますこれ。減りすぎだろこれ。え、これ一人死んだったら結構やばいんでしょもう。そうですね、やっぱり、うん、まあ
どうしても人数が欠けると、うん、まあアシストの数も減りますから、はいはいはい、純粋に厳しくなるんですけど、ただ、アルティメットの前もうマーブカップ3からあるんですけど、 X ファクターっていうシステムがあるので、これを1試合に1度だけ好きな時に使えるんですけど、はい、この X ファクターの効果っていうのが、はい、自分 の、 あのプレイヤーキャラの人数に比例し反比例して効果が上がる、はいはいはい、じゃあ 1キャラしかいなかったらめちゃくちゃ強いわけだね。そうですそうです、もう倍率が上がって、はいはい、自分の速度とあとは攻撃力が上がるような形ですね。じゃあここでワンチャン1人しかいないから、はい、あ体力は関係あるんですか。体力は関係ないです。体力関係ない、人数だけです。1キャラで最後、はいはい、あのこのコンボ決めで X ファクターにつないでとかで、はい、そうそうそう、一発逆転はあります。 X ファクターの魅力としては、まあ、確実に1人落とせるっていうところと、うん、あとはその効果時間が長い、遅ければ遅いほど長いので、はい、使うのが頑張ったのに。なのでその時に出現攻めでまだ X ファクター中、はいはいはい、なので出現攻めのリターンが伸びて、うん、そのままやっぱり逆転いけるっていう試合運びが可能になります、はい、X ファクターで。あれ大丈夫ですか、負けてますけど。負けてますけど、結構今のでもいい試合でした、ね。はい、いい試合でした。はい。今最後あの X ファクターもなかったから逆転とか。アチーブメントか。そうなんですよ。X ファクターが一応あの、はい、体力バーの横の X っていう文字、これが、はい、赤い状態はまだ使ってませんっていう状態なんですけども、ね、これがまあ赤くなくなっちゃうと。これあれですか。やっぱ最後の方まで取っといた方がいいんですか。それがやっぱり正解がないのがこのアルティメット、マーブル VS カプコン3のなんかコンボを伸ばすために早い段階で使っちゃう場合もありますよね。そうなんですよ、それもやっぱり有効なんですよね。正直もう正解はないです、うん、例えば先方キャラ同士で厳しい組み合わせなんだけど、はいはいはい、先方キャラ以外の2人がそのアシストは強いんだけど、はい、キャラとしては微妙だよねみたいなチームって実際あるんですよ。残っても別に使えないし、そうそうそう、別に怖くないしみたいな、はいはいはい、そういう場合は先方キャラをもう X ファクターで落としちゃう、はいはいはい、そうすると、まあ、相手は一応ファクターあるんですけど、うん、だいぶ戦局としては楽に進めることができるので、なるほど、先方に使うっていうのも全然あのなくはないかな。ただまあやっぱり効果が純粋に高いので3人目で使うっていうのが、まあ、ファクターのセオリーではありますね。おさあこれゼロが、ゼロはですね一応今回最強キャラ、最強キャラなんだ、はい、ゼロ俺も使ってるんですけど、前から使ってたよね、ゼロ。今回多分前より強いですね、バージョンアップされて、まあ、前もだいぶ強いキャラだったんですけど、今回バージョンアップされて、調整いくつか入ってたんですけど、はいはい、その調整した代わりにこっちを強くしましたよっていうところが、うん、あまりにも強くて、おこれやっちまったなっていう感じの、いいのみたいな。あこれはそのまま落ちます、ね、ここから来るの、はい、ここから、ファクターもちょひいきました、はい、まあ、大体ワンチャンで、はい、落とそうと思えば1人落とせちゃうゲームなんでね、やっぱり最後の1人でも触られちゃうとほぼ終わると思って、大丈夫ですかね、フーバーまた、そろそろアベゲンはちょっとあれかな、分かった、うん、変えとこう、アベゲン強いですね、初対戦なんかさすがに強い、さすがに強いケボコズに優勝できっぽい。チャットの情報